回しが。Thank you.
動するんでしょうね、あれ。スピーガーも連鎖日大変そうですね。ああ、やらない。あれは？うわ、大きそう。赤がね。ちょっと。折り返しが崩壊で、あ、なんか刺さりそう。やべやべ、なんかすごい出てる。緊張が。ああ、ヘルファイアが。そうなんですね。3年ヘルファイアが刺さる。エタノールです。おー、エタノールさん、エタノールさん、マジか。まさかの共通点が。いやいや、このブロックバンクに参加されるのは何回ぐらいですか？あ、もう、指で結構終わるぐらい経ってます。10回、8回ぐらい、7回、8回打ちで終わりまして。いや、対応はできてる。何回もトライされてて、この決勝トーナメント進出っていうのは何回ですか？初めて、平田選手とか初めての決勝トーナメントですか？どうでしょうか、いろんなのは。いや、すごく安定します。それから、あれでもこれはいけるん？僕がプロになることを待ちを持っている人たちが大勢いるんで、はい、感謝の気持ちを持って、いける。伸ばせばなんとか、ね、頑張れば。緑消しちゃった。やっぱりそういった強敵を出すのが自信つきました。マジか。マジか。いや、14は。10万、ほぼ10万必須ってことですか。ぜひ健康本までお越しください。いや、意外と刺さるんでは。いや、刺さるぞ。いや、イラブが打てれば、これ、打てれば。いや、ダメだったわ。ダメだったか。ありがとうございます。
ありがとうございます。11ブロックはどういった選手が集まってたんですか？11ブロックは、柳瀬プロがいらっしゃいました。はい、まあ、ということでそのグループの中でも戦績は、そのグループの中でも戦績は、あ、くそ、まあ、1点を除いて、まあ、大体全勝という感じで。なるほど、じゃあもう勢いに乗ってこられたということで決勝トーナメントについて強豪たち集まってきますけども、意気込みの方を聞かせてください。頑張ります。とにかく頑張ります。とにかく頑張ります。まあ、出場できることが本当にすごいことなので、ぜひ楽しんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。アメリコ選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、各ブロック代表者決まりましたら、スプリントスター連邦の方までお越しになってください。試合が終わった方もですね、この会場内では物販コーナー、そしてブヨブヨチェアといった給食や飲み物、酒などが楽しめるブースもございますので、ぜひぜひお立ち寄りください。さあ、そしてこの方が立ち上がってきましたよ。第21ブロックを立ち上がってこられました、ブラウン選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは。はい、こんばんは。やったー。さあ、ということで21ブロックって